箱根登山バス、小田原営業所。箱根登山バス、小田原営業所とは、箱根登山バスの営業所。本校では、本営業所の出張所から格上げされ、現在も重複している、所管路線が多い宮城の営業所についても記述する。小田原駅を中心とした箱根方面の観光路線、および定期観光バスと、小田原市内路線を担当している。宮城の営業所は、 箱根方面の観光路線のみ担当しており、小田原市内路線は担当していない。箱根方面の路線については、かつては箱根山戦争と呼ばれたように、伊豆箱根鉄道バスと多くの区間で競合しており、同じ場所でありながら、バス停名称が異なることもあったが、2003年、平成15年に、業務提携の発表以降は、バス停名称については揃えられている。 小田原市内路線については、業務提携以前からエリアの住み分けが行われており、小田原駅近辺を除いて重複している区間は、ほとんどない。1990年代前半までは、同じ敷地にありながら、小田原営業所と小田原観光営業所に分かれており、事務室も別の建物であった。小田原観光営業所は主に、箱根方面の観光路線と、貸切バスを担当し、 小田原営業所は基本的にはそれ以外の路線を担当していた。また、小田原観光営業所は箱根地区の拠点として桃源台出張所、宮城の出張所を設置していた。経営再建の一環による効率化のため、1998年、平成10年頃に小田原営業所、足柄営業所は一旦小田原観光営業所へ統合されたが、2005年、 平成17年には、箱根地区の拠点として、常駐車両のあった宮城の出張所を、宮城の営業所に格上げした、同時に、関本営業所を再分離。この時に営業署名から、観光を外している。また、貸切バスについては一部を除いて、湘南箱根登山自動車へ移管されている。なお、本所では、バス以外に、小田原郵便局の郵便物提送業務も一部。 受託していたが、これも湘南箱根登山自動車に移管されている。区間運転については省略する。小田原駅で突起がないものは、小田原駅東口を指す。9、小田原観光営業所の管轄路線。内は2010年6月15日からの路線記号。なお定期観光を除く、全路線で小田急電鉄発行の箱根フリーパスが利用できるが、 伊豆箱根鉄道発行の箱根旅助け、伊豆箱根バス発行の箱根バスフリーは利用できない。国道1号線を忠実にたどり、小田原駅、箱根湯本駅と箱根町港を結ぶ主力系統。平日でも日中15分間隔、週末には日中10分間隔で運行される。伊豆箱根バスの Z 系統とほぼ同じだが、伊豆箱根バスは、 赤所跡を経由するのに対し、登山バスは通らない。また伊豆箱根バスには、西部グループの施設である、箱根園へ直行する、U、系統がある。箱根町港、元箱根港では、東海バスオレンジシャトル、旧沼津営業所の三島線に接続する。日中から夕方にかけてのみ運転される、急行系統。元箱根港、または、 箱根町発の山下り便が中心である。山登り便はすべて箱根湯本駅始発で土曜、休日の未運行であったが、2018年3月のダイヤ改正以降は、平日にも山登り便が運行されている。また、箱根新道の途中にあるバス停、新畑宿橋はこのダイヤ改正以降、山下りの1便を除きすべて通過となっている。伊豆箱根バスには、 箱根延発で関書跡も通る P 系統があるがこちらは山下りのみとなる。箱根急街道を経由して箱根湯本駅と元箱根港を結ぶ系統。共愛区間があるため中型車で運行。早朝と夕方以降は箱根湯本駅から上畑宿の区間便のみ運行される。2018年3月のダイヤ改正以降。 箱根湯本駅発で、スクモ川インターまで、箱根新道を通り、ホテル発はな、前から、旧街道の各バス停を経由する便が片道1便、運行されている。また、早朝には片道1便のみ、小田原駅発上旗塾駅が運行されるほか、平日早朝に限り上旗塾から、箱根湯本駅経由で、高ー駅まで向かう便の設定がある。 ゴーラ地区から戦国原地区、または乙女峠を登って静岡県御殿場市へ向かう京都群。以前は御殿場駅で小田急の特急ロマンスカー、富士山や富士急バスの川口湖線へ接続する需要が中心だった小田急箱根高速バスの運行開始後、御殿場と箱根を結ぶ輸送はそちらが主流となった。このため登山バスでは ゴーライキや小涌ン発着で、レトロモダンを意識した専用車を使う、観光施設巡りス系統を開発。箱根高速の箱根線が経由しない、五天場プレミアムアウトレット、旧、小田急五天場ファミリーランドと結びつけた、周遊観光を提案する。S、系統は、ポーラ美術館などがある、小塚林道を経由するのに対し、M、G、L、系統は、 箱根浦街道を経由する。2018年3月のダイヤ改正以前は S 系統でオンバプレミアムアウトレットまで運行する便が存在したが、この時のダイヤ改正以降、アウトレット発着は M 系統に統一され、小塚林道を経由の S 系統は失笑花園までの運に統一された。一般車による運行や御殿場駅までの便も、 最小限維持しているが、こちらでは、御殿場高原寺の住処、御殿場高原ビールと結びつけた、新たな周遊プランを開発した。時の住処かから先は、時の住処か社の無料シャトルバスで、三島駅や御殿場駅に行くことができる。2018年3月のダイヤ改正までは、高良駅箱根町で、土休日に一往復のみ運行で、途中山のホテルを経由していた。 このダイヤ改正以降、箱根町、または、元箱根高房ら駅の片道のみ運行となり、山のホテルへの立ち寄りが廃止された。一方で、平日も運行されるようになり、土曜、休日も含め便数が増加している。1日に往復のみ運行だったが、2018年3月のダイヤ改正により季節運行に格下げとなっており、路線図からも削除されている。 JR 東海道本線と並行する路線。小田原駅と真鶴の間は平日のみ一往復が運行される免許維持路線と化している。真鶴と湯河原の間は湯河原営業所所管で1時間に1本運行。9、小田原営業所の管轄路線。三菱、日野、伊須津の3社のバスを導入している。箱根観光路線と小田原市内路線の両方を受け持つことから、 車種はバラエティに富んでいる。以前は譲り受け車も多く存在し、通常製造後15から20年程度使用していたため平均車齢も高かったが、首都圏排出ガス規制の関係で近年は新車のみの導入となっており、一番古い車両でも1997年式と平均車齢は大幅に若返っている。 観光路線に使用される車両は、箱根登山バス標準仕様とも呼べる、高出力大型短弱車のトップドア車、乗降扉が前方一つだけ、が標準である。交通バリアフリー法施行後は、全中比のワンステップ車となっているが、通常は前扉のみ使用し、中扉は車椅子専用としている。また、定期観光バス用に導入された車両については、ミドルデッカーながら、 リクライニングシートの観光バス使用であり、交通バリアフリー法の適用からも除外されている。観光施設めぐり、バスに使用される、中型車は宮城の営業所に配置されてり、近年の導入車では、全中比のワンステップ車が選択されている。2008年、平成20年9月からは、レトロバス、スカイライトの運行を開始した。この車両は、日日、レインボー E に、 東京特殊車体制の車体を仮装したもので、車内天井もガラス張りとなっていることが特徴である。一方、市内路線に使用される車両については、通常の路線仕様の中型車、小型車が標準である。市内路線用の中型車は、交通バリアフリー法施行後は全て全中比のノンステップ車となっているが、中扉が車椅子専用なのは大型車と同様である。 小型車は、昨日、リエッセが採用されており、バリアフリー法の施行後は中扉に車椅子リフトを設置して対応している。貸切車は、少数が在籍するのみであるが、小田原市内の養護学校スクールバス運行を受託しているため、リフト付けバスが5台在籍している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。